東京中央卸売市場の足立市場では、きょう創作ねぎま鍋コンテストが開かれ、訪れた大勢の人たちがそれぞれの飲食店自慢の味を堪能しました。このイベントは2014年に設けられた足立市場の日の一環として今年初めて開かれたもので、多くの人たちに市場の新鮮で豊富な水産物を知ってもらうのが狙いです。ねぎま鍋コンテストは午前10時から特設会場で開催され、参加した足立区内の4店舗の人たちが市場の新鮮な食材を使って自慢の腕を振るいました。今日はあいにくの空模様でしたが、会場には大勢の人たちが訪れ、それぞれのお店の味噌や塩を使ったこだわりの創作の味に満足そうに舌鼓を打っていました。おいしいです。そのお店の味があって美味しいです。人気の高いねぎま鍋だけに、用意されたおよそ400食は1時間ほどで全て試食されてしまったということです。